皆さん、今日のテーマは、タクシー会社の最大手、第一交通、そこの会長さんが100歳で、今度、退任されるという発表をされたんです。すごいですね。大手の会社の会長さん、100歳で現役と。この方ね、戦争で中国から復印後の1960年、まあ、1960 45年に終戦ですから、それから15年後ですね、タクシー会社を創業されたんですって、えー、創業された場所っていうのは九州だそうなんですが、その現在はですね、8000台タクシーがあって、日本の最大手まで伸びたと。で、会社の理念がですね、人の生活を大切にすること。 もう一途に創業以来ですね、それを守ってきたらしいです。それでですね、この100歳まで現役で働いていた、その秘訣は何ですかと質問されたときに、黒土さんがお答えになった内容が、暴飲暴食をしないこと、毎日10分から20分の運動をすること。 毎日会社に出勤をしていて働いていたことが健康だとこう言っておりまして皆さんも100歳以上を目指してくださいということを穏やかにお話になっておりましたそこでですねまあ100歳以上元気な方っていうのはどういう方なんだろうとおなんか共通点があるんじゃなかろうかといろいろ調べてみますといくつかありますね一つは 人生に対して前向きな考え方を持っていると。それから、何かこう、使命感みたいなものを人生で感じておられる。この、あのー、黒チさんの場合は、やはり人の生活を大切にしたいとか、人に役立ちたいというような、まあ、個人の利益もさることながら、そういう、やはり社会における使命感みたいなものをお持ちなような気がしました。それから、 やはり誠実な人、それから社交的な人、開放性が高い、好奇心が旺盛な人が、やはり、えー、長寿を全うしている。それから、ウォーキングなどですね、身体活動が活発だと。要はあ、筋肉が衰えないってことですね。人間は、人間の体はもう足腰の筋肉が衰えてくることと、頭の老化でもって、やはり、 人生の楽しみが半減しちゃうわけですので、むしろ絶えず頭を使うということと足腰を丈夫にすると。で、これはやはり、えー、もうずっと訓練しないとダメですね。運動習慣が非常に重要であるというようなことをこの100歳で現役を退任するという黒土さんのニュースを聞いて思いました。それで 今後はどうされるんですかって言ったら、まあ一応会社は相談役として残るけれども、一般財団法人を設立して、中小企業,を企業を支援することをしたいと。いやー、すごいですね。やはり社会的使命を帯びている。素晴らしい。